日本とエストニアの関係では、日本とエストニアの関係について外説する。在エストニア日本国大使館、前傾中日エストニア大使館、前傾エストニア代表団と日本の、会談エストニア人力士のバルトが意と1918年、ロシア革命によってエストニア第一共和国は独立。第一次世界大戦が終結した1919 19年3月以降、 日本はエストニアを事実上国家承認の状態にあったが、1921年1月には日本は正式にエストニア独立を承認し、両国間で外交関係が樹立された。その後、日本はタリンに外交官出張所を有していたものの、1940年、ソ連によるエストニア併合に伴い出張所は閉鎖された。第二次世界大戦後、 エストニアは、エストニアソビエイト社会主義共和国として、ソ連の一構成国となり、ソ連を介した交流が維持された。冷戦末期の1991年9月、日本はエストニアを含むバルト3国に対して、政府ミッションを派遣して、バルト3国の平和利の独立に支持を表明。同年9月6日には、ラトビアやリトアニアと、ほぼ同時に国家承認をして、 10月10日にはおよそ50年ぶりに新たな外交関係が樹立された。1993年1月、日本はタリンに在エストニア日本国大使館を開設し、一方のエストニアは1996年9月に東京に中日エストニア大使館を開設した。2010年1月にはエストニアに常駐する初の日本国大使として星秀明が任命。 着任した。2021年には日本が初めて正式にエストニアを国家承認した1921年から100年が経過し、日エストニア友好100周年を迎えた。在エストニア日本国大使館はそれを記念した公式ロゴを制定し、文化、芸術、スポーツ、教育、観光、経済、科学など多岐にわたる分野での交流事業を募集。 1>, 1月26日には、エストニア大統領のケルスティカリユライドが中エストニア、日本大使の北岡本を大統領宮殿に招待し、国旗形容セレモニーが実施された。中日エストニア大使の場合のレーナルトは、ウッド高市外務副大臣を表敬した。1997年3月には、エストニア独立運動の指導者であり、ソ連からの独立以後最初の、 エストニア大統領であったレナルト・ケオルグ・メリが訪日。その後、2004年10月には、アルノルド・リューテルが2004年に、実務訪問品格として、訪日を実施して、天皇皇后との会見や小泉純一郎との首脳会談を行った。2014年3月には、エストニア大統領として、およそ10年ぶりに、トーマス・ヘンドリク・イルベスが訪日。安倍晋三との首脳会談では、 エストニアが IT やサイバーセキュリティの分野において先進的であることに触れ、当分野での協力やウクライナ問題、安全保障についてが話し合われた。2019年10月には、ケルスティカリ・ユライドが即位礼正殿の議参列のために訪日し、安倍晋三と会談を実施した。エストニアの首相としては2010年2月アンドルス、アンシップが日本を訪れて、鳩山紀夫と 首脳会談を実施。外交関係樹立20周年に向けた関係強化についてが話し合われた。2016年4月にはタービロイバスが訪日して、安倍晋三と会談を実施。2019年6月と2020年2月にはユリ、ラタスがエストニア首相として訪日し、特に2020年の訪日では、文部科学大臣の萩生田光一同席のもと安倍、 心臓との首脳会談が実施された。会談では、サイバーや安全保障分野での協力についてが、話し合われたほか、日本の常任理事国入りについてエストニアは、賛成している旨を述べた。エストニア訪問中の天皇2007年5月24日、天皇皇后が欧州歴法の一環として、エストニアを公式訪問し、初の旧ソ連圏への訪問となった。 2018年1月には、安倍晋三が、欧州歴訪先の一国に、エストニアを選び、エストニアに進出する日本企業の代表を交えた日、エストニア拡大首脳会合に出席したほか、エストニア首相ユリラタスとの首脳会談、エストニア大統領ケルスティカリユライドへの表敬が、実施された。そのほか、2017年11月には、 外務副大臣の中根和幸がエストニアを訪れ、エストニア外務大臣のスベン・ミクセルを表敬し、地域情勢やビジネス交流について、意見交換を実施。2018年5月には、防衛大臣の小野寺一則が、外遊先として、フィンランドとエストニアを訪問。2018年10月には、IT 政策担当大臣の平井拓也が、タリンデジタルサミット2018に出席するため、 エストニアを訪問した。2004年3月にエストニアは北大西洋条約機構加盟を果たした。日本は NATO のグローバルパートナーシップ国の一つであり、またアメリカとの同盟関係にあることから間接的にエストニアの安全保障上のパートナーとなっている。またエストニアは IT やサイバーセキュリティ、情報セキュリティの先進国であり、両国は 今後安全保障のようとなっていくサイバー面での協力を深めている。2014年にはタリンで第1回日エストニアサイバー協議が実施され、2015年には東京で第2回の協議が、2017年には第3回協議が実施された。2019年には中エストニア日本大使の北岡本がタリンにある NATO サイバー防衛協力センターを訪問。 自殺した。2019年にエストニアを訪問した内閣総理大臣補佐官のその浦健太郎は、NATO サイバー防衛協力センターが主催したサイバー防衛に関する国際会議、サイコン2019に出席し、日本の安全保障とサイバー空間に関する基調、講演を行った。2021年7月3日、モテギ充シミツ外務大臣は、エストニア、 リトアニア、ラトビアのバルト三国訪問後の記者会見で中国の海洋進出や香港、新疆をウイグル自治区の人権問題について日本の懸念に強い共感が示された日本と中国、バルト三国とロシアの位置関係や地政学的環境は極めて類似していると指摘し権威主義体制であるロシア及び中国と向き合う状況が似ており 中国の海洋進出や人権状況はバルト三国にとっても他人ごとではないとして対等する中国をめぐる認識を共有できたと述べた。バルト三国の外相らは日本の外交方針、自由で開かれたインド太平洋戦略への支持と協力を表明し中国人民武装警察部隊会計部隊に武器使用を認める海警報や東シナ海、 南シナ海への進出、香港、新疆ウイグル自治区をめぐる人権状況についても日本との間で深刻な懸念を共有した。ソ連からの再独立以後、日本はエストニアに対し市場経済化、民主化促進のための経済援助を実施。2008年までの累計は無償資金協力2.28億円、技術協力1.29億円に上る。しかし、エストニアは、 順調に経済成長を続き一人当たりの名目 GDP は1万ドル後半から2万ドル台で推移しており2010年12月9日にはバルト3国で最も早く経済協力開発機構に加盟したこれら経済状況から先進国とみなされる場合も多くなっており日本は2009年でエストニアへの経済援助を終了した貿易面では エストニアの対日輸出は7980万ユーロとなっており、主要品目は木材、ログハウス、機械類、金属、工学、精密機器等となっている。一方、対日輸入は4650万ユーロで、機械類、自動車、動部品、革製品等が主要な輸入品目である。エストニアはオンラインでの法人登記や納税といった、 利便性の高い行政サービスの一部を国外に向けて開く電子居住権という制度を開始し、国外からの投資や企業進出を誘致している。そのため、マルベニといった日本企業もエストニアに進出。富士通もエストニアにサービス拠点を設けるなど、スタートアップ拠点として注目されている。在エストニア日本国大使館が日本文化発信のためのイベントを実施。 日本には日本エストニア友好議員連盟がエストニアではエストニア日本友好議員連盟が設立されており両国間の交流を促進しているまた日本エストニア友好協会が日本におけるエストニアの知名度向上や文化発信に貢献スポーツ面では大相撲力士として活躍したバルト・カイトはエストニア出身であった名前のバルトも 母国エストニアが面するバルト海にちなんでいる。同盟の縁による。1998年に当時の中日エストニア大使館一等書機関が上信越自動車道を通行中に策の標識を見つけたことが契機という。2005年にはスペシャルオリンピックス長野大会でエストニア選手団を策市民がホームステイで受け入れ。2007年5月1日の友好とし、 協定締結後は、相互の子供のホームステイ体験などを通じて、交流を重ね、友好協力関係を一層強化するために2019年5月1日に姉妹都市協定を締結した。マーク・スニソピーター・ミラー・トイボタサ・イ、ークレン・スメント、バイノ・レーナルト。ありがとうございます。